今から食べるところ、今から納豆とエビマヨ、あんま食べたくなくて痩せて、俺もう多分体重戻ってるよ今。俺多分58キロぐらいじゃない ?60 か。60か58キロぐらいしかないはず、きっと。俺、67キロまであったから、出てきて、多分痩せたよ。うん。ドナルド・トランプです。髭伸ばしてる。でも、髭ね伸ばした方がいいって、一票って言ってる人いいんじゃん?ね?ミーチョン、マチルダ。ね、もうこういう人は俺と付き合わない人だから。今まで歴代そうだった。ギッチいらっしゃい。そうそう。あのね、大体ね、ヒゲがいいという人は、あの、100%、あの、俺と付き合った人がいない。んで、顔がかっこいいって言った人は、俺のこと顔がかっこよくて付き合うって言った人は一人だけだから。それ以外いないから、歴代。うん、髪の毛伸ばしてる。うん。早速いらっしゃい。こわもてでいいと思う。トリオンはヒゲない方がいい。いや、トリオンだけでヒゲない方がいいって言ってるの。私もっていうか、うん、ああそうか、歴代の彼女ってことか。ヘブヘブ目鼻立ちはっきりしてるか。うん。暑いから冷たい日本そば食べたい。いいね。でも俺も食欲がねえんだよな。俺今日これ初めての食事なんだけど。マジで。今納豆食べて、エビマヨ食べると思ってるけど、今日初。スーパーってらっしゃい。ずっと食欲なくて、もういいやと思ってて。うん。出前取ろうかなと思ったんだけど、いや、これ多分早くなと思ってさ。うん。キングでしょ。食欲がないんだ、本当に。今日も一日何やってたかっていうと、グループ LINE じゃない、オープンチャット使えないから、Twitter の DM と、Twitter 見たりとかして、で、ずっと過ごしてた。うん。夏バテ?いや、違うんじゃない?だって夏バテって、夏バテなのかな?え、でも出てきてからだよ。出てきてから、5日目ぐらいから。うん。5日目ぐらいから食欲全然ない。食べないでフラフラ、立ちくらみする。フラフラっていうか、トイレとか行くじゃん。家とかでトイレ行くじゃん。そんでこうやって正面するじゃん。そうすると、あのめまいみたいなのする。ふわーって。だから危ないから、こうやって壁に寄りかかって。うん、毎回そう。喉を通らないんだよね。お腹は減るんだけど、ぐーってなるんだけど、喉が通らない。いや、髪の毛これ、すいてもらおうかな。環境変わって天気も安定してないから、そうなのかね。待っちゃったよ。精神的なあれ?そう、貧血立ちくらみ?見たね。今はなんか食べれそうだから、ちょっとコンビニ寄ろうと思って、だから買い物ちょっと行ってた。セブンイレブンに行ってた。あ、これ通りそうだなと思って、こういう時に食べないと、少しでも食べないと、本当に食べれなくなっちゃう。うん。頼むミスマスカフェです。山っぴーだし。こうやって口の中に入っても喉が通らない時があるのよ。うん、本当に喉に通らない。うん、ベースビアです。ゆりやおはよう。ゆりやおはようって言うかも、こんばんはよ。もう12時じゃん。11時じゃん。うん。でもね。うん。でもさ。どうにかしないよね、これね。本当に。でも残りさ、携帯電話1ギガしかないの、これ。1ギガ。ギガ数が。だから、コンビニで買ってきたギガ。5000分。5000分で5ギガだから、5ギガ買ってきた。
あ、うまかった。いや、もういい、でも。もう、胃に入らない。2個で、十分。うん、いや、入った。え、なってらっしゃい。十分よ。まあ、明日体調整えて、アイテムデッキが投げれたらいいのに、5ギガ5000円高いよね、マジね。ケンタロウらしい、高えよな、本当に。超高いよね、白白らしい。5ギガ5000円は。ゆえ安い、1万。